第9師団は陸上自衛隊の師団の一つ。東北方面隊直轄にあり、青森県青森市の青森駐屯地に司令部を置く。三個普通科連隊を機関とし、北東北三県の防衛警備、災害派遣を任務とするほか、民生協力及び国際貢献活動を行っている。特に日本有数の豪雪地帯であるため、冬になると、 毎年災害派遣要請に基づいて出動している。第9混成団は、第9師団に、称号変更、改変。第9偵察中隊は、第9偵察隊に、第9通信隊は、第9通信大隊に、第9衛星中隊は、第9衛星隊にそれぞれ称号変更。第38普通科連隊及び、第39普通科連隊、第9戦車大隊。 第9追戦車隊、第9輸送隊を新編。第5、第38、第39普通科連隊を自動車科連隊に改編。第9追戦車隊20マット倒、増強配備。第9特化連隊第6大隊を第9高射特化大隊として分離独立、死段直轄とする。第9武器隊、第9補給隊、第9輸送隊、第9衛星隊を 変合し、第9広報支援連隊を新編。第9偵察隊に、電子偵察小隊を新編。師団司令部付け隊に、科学防護小隊を新編。師団警備体育に、秋田県が編入され、第21普通科連隊が、第6師団から編入。第38普通科連隊が、第6師団に編入され、多賀城中東地へ移住。 第9追戦車隊が岩手中東地から八戸中東地に移住。零下の3個普通化連隊に01、式形態戦車誘導弾及び96式、総輪装甲車、89式 5.56mm 小銃を配備。第9追戦車隊を廃止。第9広報支援連隊の武器大隊を廃止し、第1整備大隊、第2整備大隊に改編。連隊本部が、 青森駐屯地から八戸駐屯地へ移動。第9特化連隊を廃止。第9広報支援連隊。第2整備大隊特化直接支援中隊を廃止。師団司令部に火力調整部を設置。東富士演習場違法射撃事件の功を参照。ありがとうございます。